なんか入ってる。毛が入ってる。何が入ってる？毛。毛？毛が入ってる。あ、石も入ってる。それ石？なんか不思議。違う化石だ。化石？じゃあ今日は二鉢でやります。はい、二鉢です。え？わー。これは小麦粉も振るの？小麦粉も一応振るいます。あ、ね、粉振るのはこう、ま、一緒にこう合わせるという意味もあるんですね。なるほどね。あれ、ダマができたぞ。ダマができてます ね、 ね。じゃあこれを混ぜます。わーい、混ぜるんだってさ。これにどれ、これに冷たい水を1リットル汲んできてくれる。1リットル習ったよね。1リットル習ってます。1リットル冷たい水だからね。ここまで氷入れる必要があるの、ここ、まあ、あのできるだけ冷たいワインで、冷たくあったかいと、だれちゃうんだよね。なんかこれは 1.2 キロ、これで 1.6、 あ、 1.6 になるのか、2鉢だからだいたいね。水っていうのはだいたい粉のね 40% ちょっと、まず最初ドバーっと、ほらほらドバーっと。あんまり最初から力を入れない方がいいですね。でこうやって混ぜます。あ、結構いい香りかもしれないね。じゃーん、え、何？自分で飲む分持ってきたんだな。あれ、なんかいい匂いですよ。これ結構美味しかったりしたらどうしよう。わかんない。5000円ぐらいかもしれない。いや、ロックじゃないよ。水で割って。このぐらいは。いや、宇治田優也になっちまうからよ。宇治田優也になっちゃう。よくそばは打つんですか。あ、もちろん。いや、俺まだ打ったことねえんだけど。はいはい。いや、島のそば打ったじゃん。じゃあ、やっぱ今年からやっかなと思って、の方からっていう。あの、大宮の方なんだけど。それに。同級生。いや、俺から2つ行けんだけど。オンラインの方ではこれができないから、やってなかったっけ。あ、まあ広くない、ボールでやってるからね。なんか雨が降ってる音。うん、なるほど。おお、なんかすごく大きくなってきた。じゃがいも。うん、じゃがいも。やめて、一個ちっちゃいの跳ねてきた。食べてみる。食べてみる。そしたうまいか。何の味もしないでしょ。ただ粉どうなってくればいいの？なんていうのかな、こうね、あのもう水が入れる量っていうの決まってるから、こうもうもうこれ以上入らないっていうと水が浮いてくるの、表面に。そしたらダメか。これ濡れてきたでしょ、表面が。濡れてないよ。なんか湿った感じ。ということはもう入らないってことなんだよね。自然にまとまってきた。そうそう。耳たぶの硬さっつうだから、これ耳たぶの硬さで一人一人みんな違うものよ。ちょっと触ってみますか。触ってもらって、どれにしようかな。あ、ムニョムニョしてる。あ、ちょっとこう柔らかいの。あ、練り消しの押し返してくるような感じがする。なるほど、お餅みたいな感じ。気持ちいい。あ、ムニョムニョしてる。